こんにちは、今日はウィム・ホフ呼吸法という、健康法についてお伝えしたいと思います。この呼吸法は、非常にユニークなもので、世界中で注目を集めていて、ディスカバリーチャンネルとかでも扱われていたり、日本でも、コマーシャルで使われたっていうこともあるということですね。で、今日このウィム・ホフ呼吸法についてお話をする中で、この3つの流れで行っていきたいと思っています。1つ目は、このウィム・ホフ。これは呼吸法の名前でもあるんですけれども、そもそも人の名前になります。このウィム・ホフっていう人が誰なのっていうところ。で、次に最大の内容であるウィム・ホフの呼吸法っていうのがどういうものであるかと。で、3つ目はその呼吸法を実際に行うと、どうなるか。どんな仕方でこれができるのかということですね。はっきり言ってこれ呼吸法非常に簡単にできます。非常に簡単にできて、それでいて効果が絶大ですので、ぜひ皆さんに知っていただいて、より健康的な生活を実現していただけると幸いだと、そんなふうに考えています。で、早速ですけれども、このウィム・ホフって誰なのっていうところで、この人はオランダ人ですね。1959年に生まれまして、現在59歳。そして寒さに関して26のワールドレコードを持っています。で、これ、キリマンジャロをですね、6000メートルほどある山なんですけれども、踏破したり。で、その後実はさらに自分の仲間を連れて、未経験の仲間を連れて、みんなで裸、踏破っていうのも、それに登り切るっていうのも、裸で登ってるんですね。仲間も裸。すっぽんぽんではなく、パンツ一丁ではあるんですけれども、裸で登っていると。雪山を裸で登っているというですね。で、あるいは北極圏をマラソンで完走するとか、これも裸で。ですとか、氷を浸した、お風呂。もちろん氷水ですね。氷水の中で1時間ほど使っているとか、そんな形の寒さにまつわるワールドレコード26を有しています。で、このウィム・ホフさんは、この独自の呼吸法を使ってこういった能力を得ているんですけれども、この呼吸法を中心に、体を鍛える方法っていうのを教えています。これはオフィシャルサイトで、コースがあったりですね。あるいは、ヨーロッパの現地では、セミナーですとか、あるいは、ワークショップですとか、そういったものを随時開催しているようですね。で、そのメソッドっていうのは、その呼吸法と氷風呂、あるいはコールドシャワーですね。こういったものが中心で行われています。で、この呼吸法なんですけれども、変わった方法だなとは思われるとは思うんですけれども、非常に有名になっていて、信奉者が増えている。で、そのメソッドをサーフィンの世界チャンピオンとか、多くのトップアスリートがもう取り入れ始めているんですね。そんな人です。で、次の、ウィム・ホフの呼吸法というところなんですけれども、この呼吸法なんですけれども、基本的には、過呼吸を意図的に起こす。そんなやり方になりますね。意図的に過呼吸を起こすということで、大量の酸素を、肺の中に送り込むという。で、この肺の中に送り込まれた酸素は、体中の細胞にこの大量の酸素を行き渡らせることで、脳ですとか神経ですとか、そういったものを活性化させる、そういった目的で行っています。で、これが、科学的な変化を起こして、体がアルカリ性に変わるということですね。で、もう一つ、大量の酸素が脳に行き渡ることで、うつ状態を改善する。こんなふうに言われてますね。実際にやってみると、非常に感じることであるんですけれども、例えば気分が落ち込んでいるときに、この呼吸法をしますと、やっぱり、非常に高揚します。これは、アドレナリンとかセロトニンとかそういったホルモンが、大量に分泌されて、心理的に、神経的に心理的な良い影響を起こす。そんなふうに言われています。それは実際実感できます。で、もう一つ最後になるんですけれども、免疫力を上げる。そういった効果が期待されます。まあ、こういった呼吸法です。で、じゃあ、実際にどのように呼吸をするかというところなんですけれども、ちょっとまず、ビデオですね。これ、見ていただいて、この今映っている人、この赤いシャツの人がウィム・ホフさんですね。で、今すごくこれ、息を止めています。この息を止める時間っていうのが、おおよそ2分ぐらいになる。ちょっとビデオをここまで。で、この、呼吸の仕方なんですけれども、今のそのビデオの中でも出ていましたが、この、鼻でなるべく大量の空気を一気に取り込むっていうことを行います。これは、鼻で吸うと。で、吸って、口あるいは鼻から空気を吐き出す。この際には大量に全部吐き出す必要はなくて、自然な程度ですね。で、また、っていうのを繰り返します。で、この繰り返すのは、おおよそ50回ほど繰り返します。で、50回ほど繰り返した後に、最後、今のビデオのところで、ストップと言っていたんですけれども、これで、ちょっと50回目吸って、吐いて、吐ききらないぐらいのところで、ストップ、息を止めますと。止めて、2分程度止めるのが、これが目安です。もしかしたら一番初めやると2分も止まらないかもしれませんが、通常この何もせずに息を止めると、まあ1分止められるかどうかくらいだと思うんですね。でもこの呼吸をして息を止めると、その2分近くあるいは2分以上、人によっては3分とか4分とか止められるようになります。これはその、呼吸をして酸素を体内に大量に取り組んでいますので、血液中にその酸素がたくさんある状態で、たくさん酸素があるんで息を止めていてもまあ大丈夫というところですね。ですからあんまり苦しくないかと思います。で、息をこれ2分ほど止められればと、まあ2分止められなくてもいい、苦しくなって。やめてですね。で、その、止めるのをやめるときに、一気にまた鼻から大量の空気を取り込みます。また止めて、と取り組むと。で、また、ちょっとストップして、15秒ほどですね、息を止めます。で、これを3回繰り返すわけです。で、こういう、まあ、やり方なんですけれども、私も実際にこれはですね、ここ2週間ぐらい連続でやっているんですけれども、まあ、頭がしびれる感じですとか、まあ、光ったように、幻覚に近いものが見えるようになったり、あと、そうですね、まあ、一気に気分が高揚して、例えば心配事とかがあっても、そういった心配事に関するものについて、まあ、気分が高揚してくるので、そこまで、心配にならない。というところですかね。で、体がやっぱりアルカリ性にもなっているようで、私、持病として、痛風あって、ちょっと年始もう痛風の発作が出ちゃったりしていたんですけれども、そういった痛風になりそうな感じとかもなくなってくると。炎症してたんですけどもね、痛風のせいで。それもどんどん引いてきて、まあ、痛風ですから、まあ、酸性であるとは良くないんですけれども、糖質制限とかをしていると結構酸性になりがちなんですけど、この呼吸法を入れることで、まあ、体をアルカリ性に持っていけるということで、まあ、体にもいいなと。まあ、もちろん風邪もひきにくくなって。で、私はさらに冷水のシャワーなんかも浴びてますけれども、まあ、寒さにもやっぱり強くなっているように実感としてはあります。で、こんな、健康法ですね。こちら、本当にその効果高いのでですね、しかも、まあ、簡単にできる。で、気分も良くなる。特に朝を行いますと、目が完全にパチッと覚めて、その後もう眠りたくはなくなりますので、非常に有効だと思うので、もし興味を持っていただいたら、ぜひ一度ですね、試していただけますと、まあ、すごく、体にもいいですし、精神的にも非常に良い影響があるのではないかと思います。それでは今日はここまでです。またありがとうございました。